私は消防法に基づきガソリンスタンドなど危険物を取り扱う施設の火災を予防するため貯蔵や取り扱いについて規制をしています。危険物は私たちの身近に存在し生活する上で必要なものです。住民の皆様に危険性を伝え安全に取り扱っていただくよう指導しています。最初は自分に務まるのか不安もありましたが3年経った今では周りの職員から頼りにされることが多くなりました。危険物火災ゼロの街を目指します。私と一緒に働こう。